皆さん、こんにちは、こんばんは、おはようございます、ゲコちゃんです。だということで、ツイッターでね、募集したんですよ。ノールックでも勝てる降臨といえば、何々艦隊で勝てるとかで教えてくれると嬉しいなっていう、そういう投稿したの、皆さん覚えてますか？そしたらね、40何件ぐらいね、教えてもらったんですけども、そのうちの一つ、そう、ノールック周回は、違う、アシュラは、もう今、ノールックで周回できるという話です。まあ、できるとは思うんだけども、そんな簡単だったっけっていう話。で、勝率に関しては正直難しいと思うんですけども、まあ、1回目で適当弾きで、勝てるかどうかって結構大事だと思うんですよ。勝てるってことは勝率高そうじゃん、1回でさ、1回で勝てなかったらこれは勝てない動画としてあげます。はい、勝てたらそのまま動画あげます。で、アシュラには、シンドバッド艦隊がどうやらノールック周回できるという情報をいただきましたので、ありがとうございました。早速やっていきましょう。私も画面見ないです。パソコンの画面見るけども、適当に弾きます。この指でこうやってピッピッピッピってね。じゃあいきますよ、出撃。ここから見ないです、見ないですっていうか、こうやって適当に弾きます。むしろこれだけでいいよ。適当弾き、勝てんのか、まあスピードアップだから戦いやすいじゃん、戦いやすいのかね。勝てんのかな。まあノールック周回って言ったらさ、見ないでさ、テレビ見ながらとかさ、適当に同じところこうやってやってるわけじゃん、親指とかでさ、大体持って、それですよ、それと同じですよ。今のところ簡単そうですね。ゲージがないんですよ。ダメージボールと重力バリアが、まあ、基本的なアビリティついてるんで、スナビでね。だから、まあ、基本的にピンチになる瞬間はあんまりないと思うんですよね、ぶっちゃけね。マッチとか狙えないから周回速度は落ちると思うんですけど、ただノールックってめちゃくちゃ大事じゃん。こうなっちゃうね、適当弾くよ。さあ、そこも抜け出せない、ちょっと危ないね、これね。ここでハートを取っちゃうと。なるほどね。で、左上も変な動きになっちゃう。スピードアップ、すごい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 よ。お、いいじゃんいいじゃんいいじゃん、悪くない何気に悪くないと見た、これ普通に、ちょっと痛いけど、やるじゃんやるじゃん。今回これ第1弾でございます。もちろんね、究極、激究極、超究極、超絶、まあ、爆絶は無理だろうな、能力周回は。だから、その超絶ぐらいまでだったら、ちょっといろいろとね、このシリーズとしてやっていこうと思います。能力シリーズ、参考になるかもしれない。俺も知りたかったの、正直。もうキャラクター潤沢にいる方もいらっしゃるし、なんだったら友達とキャラクターを持ち合わせて、まあ、グッチョブうるせえかもしれないけど、まあ他のことしながら友達とさ喋りながらとかも勝手にこう親指動かしてればいいみたいな、そういうさ周回できるわけじゃん。そんな便利なことないじゃん。一回一回の周回がの労力が多ければ多いほどだんだんだるくなってくるから、ノールック非常に大事でございます。果たしてどんなもんなのか気になりますよね。こことかむずいんじゃない、そうだな。むずくもないのかな。あ、でも全然雑魚的や倒してるね、雑魚的。へえ、すごいな。おお偶然これ偶然すぎるだろ。まあでも斜めに打ってれば偶然がよくあるもんなのか。なるほどな。なるほど、あ、はい、ホリホリチャーハン。あー、これスピードダウンするね、ボス戦からはね。こっから辛いんじゃないでしょうかね。ほう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 、動いて動いて。まあスピードアップあるから、まあやりますねって、そういう話だよね。おお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 、いいねいいね。お、倒せそう倒せそういいぞいいぞ、倒せそう倒せそう、なんだかんだボーンってなる前に倒せそう。おお、倒した、ラッキーじゃん。でもちろん能力周回なんで SS なんかもちろんなしです。 SS 使ったらそれも画面見てることになるんでね。昔のペンペンさんみたいな感じでさ、ポケットの中に手突っ込みながらこう一定方向にだけこうね、こう動かしてだけで倒せる、これがね能力ですからね。あ、スピードアップ、ナイス。ただここら辺ちょっとピンチじゃないか、大丈夫か。あと2ターン、危ないね。
おー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 、スピードアップした。すげえ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 、頑張って頑張って、次 2P か、頑張ってくれた前。おーおーおー、ラッキーラッキーラッキーじゃん。ちょっとしか出なかったよ。おお、やってんね、完全にやってんじゃん。ミニオンピーさん、なし。あ、スピードが戻ったね。スピード戻ればこっちのもんでしょ。え、強っ、やっぱり強いわ。俺まだね、アシュラ海が運極じゃないから、なんだったらこれ検証次第ではもうアシュラちゃんとね運極にしようかなと思います。もう少しだから、多分もう70ぐらいいってるから。確かいいじゃないですか、いってて。それは熱いよ。おおおおお、いいねいいね。あ、いいよいいよいいよ、いやいいよいいよ、そうそう、そういうのそういうのそういうの、もっとそういうのちょうだい。いいよ。さあ 3P 田中君ね、次右上だ、頑張ってよ。右上だからシールドの端からってよくわかんねえ、入れますそうだな、立てたという感じ。押しなかった、おい、すげえ、すごいじゃん。いや、よく削ったな、何それ。スピードダウン、次がこれか、これやばいね。あ、うわ、すごい、すげえ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 、ちゃんと削り倒してる、削り倒してる、やりますね。また右上、おおおおお、いいねいいねいいね。あー、これひどい、これ大丈夫か、やばいやばいやばい、危ない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 よ危ないよ、これ負けたらもうノルック不成立ですからね。いや、計算ですな、これいったいった、危なかったけどいった、すげえ、あ、いけるねこれ、 SS いらねえわ。はい、ということで何ドロなのかな、見てみよう。2ドロね。そんなわけで、アシュラはね6分ぐらいでノールック周回ができました。次回をお楽しみに。バイバイ。